るかなと言おうと、私はここを背負っていかなきゃいけないんだよ。だからあんたの暴走に、つまんない暴走に付き合っていきます。ちょこちょこ、ベータドッキリの会場に来られるのすごく困る。3月10日、お前の試合やってやるよ。そこで、堀田、中島終わりだよ、これで。私の長い長いプロレス人生にたった1日を本当のために使ってやるので、まあ、たった1日だからです。
5分経過5分経過Go!
3点、そうして、うん、7月の6日、
さえすれば挑戦できる。まあ、誰相手でも絶対あいつは優勝だから、いつでもかかってこい。いやいやいや、私はどんな使ってるのももう一回手伝ってみせるから。3月31日よくチェックするようにね、いろんなサイト。私たちどうだったら、そんなチェックとか言われなくてもな、ベルマが入ってんだよ、ゼロクピーナー。ありがとうございます。いつもチェックしてんじゃん、バカ野郎。本当に絶対試合するからな、絶対優勝すると。さあ、ちょっとな、優勝して春くんとやります。で、この場を借りて、利用してもらいます。3月11日、2年があっという間に過ぎて、JWP に、審査の後ですね、お世話になって、この期間、JWP に大変お世話になって、で、2年後からってリングに上がってるということは何か意味があるんじゃないかなと思って、私たち頑張ってます。で、目指すところはやっぱ上ですが、上上って言ってもみんな分かんないと思うので言います。今は春倉です。春倉に勝つっていうことをですね、認めてもらうことが今の自分たちの目標です。そしてからベルトの価値を高めていきたいなっていう、一番は春倉に認めてもらうために、タッグリーグ絶対優勝するので、よろしくお願いします。
5分経過。
ちらタックリーグ結果は全然ならなかったけど悔しい、めちゃめちゃ悔しい、でも悔しいけどうちら猫科同士すごい惹かれ合うっていうか、すごい同じ匂いを感じるし、猫ちゃんこのタッグリーグすごい頑張ったのも、だから、今度は機会があったら今度ホームのアイスリンボでもタッグ組みたいと思ってます。¡Gracias!
Yeah!
お前この間でかい口聞きやがって、あ、これで終わりにするって、お前負けしまったじゃねえかよ、あ、勝ち逃げするぞ勝ち逃げ、あ、いいのか、つまんねえなお前らも、あ、相変わらず、相変わらずだ本当な、あ、お前ら戦ってこいよ、いいのねえだろバカ野郎、やられてんのに勝て、アホ、何が違うことだボケ。今日で最後のつるつもりだったけど負けて終わるわけにはいかねえんだよ。ほら次はシングルだろう。もっともっとたくさんの目があるとこでお前は任せてやるよ。そうだ、何やりたいんだ。ミサイル級カメルコ、お前の全部プロレスラブも何もかも贅沢組も全部私が言っただけだ、あ、あ、その代わりな、お前も投げたら暴走にいる、やったー、あ、分かってんな、あ、お前それから肩を押して来ない、決定だな、あ、あ、お前らの肩は痛いしなんてな、お前もな、お前らもな、ジェイドグループの愛があるのか、ピュアハート、上等じゃねえかよ、おい、かけてこいよ。私で今日終わらせるっていう応援してくださる方との約束があって言ってあげたけれども、私のわがままかもしれないけどやっぱり負けて終わるわけにはいかないし、負けたけど約束だから、じゃあはいこれで終わり、それじゃあ私はこの先自分がやりたいこと何もできないし何もつかめないまま終わってしまうと思うので、もう一度私は絶対堀田とシングルで蹴りをつけます。やっぱり私の中で堀田恵美子は超えなくてはいけないものだと思ってるので、もちろんそうですね、やっぱりなんといっても根っこの部分にはやっぱり A2Z っていうものがあって、それは一度プロレスをやめて JWP に戻って JWP で再デビューをしてっていうことをしても、やっぱり根っこには A2Z っていう部分がある、うん、なのでやっぱり堀田恵美子は特別な存在、特別嫌いです。ディアナの堀田恵美子っていうのは、まあ、しょっぽい暴走軍団作って何があれで暴走だよってふざけんなよって思ったけど、今日試合してみて暴走できんじゃないかって思ったし、でも私はそれにも負けない
大きなものを持ってると思ってるし、それに今日試合終わった時にリングに JWP のみんなが上がった、私が中心に JWP のみんながやってリングに上がってきたっていうのは、やっぱり私は JWP を背負ってるって思ったし、負けないって思ったし、必ずコラボの方で勝手に行こうかな。